久保さん、試す大事ですね。試さないとね、何でも。試食してみないと。食わず嫌いじゃね。うん、まず食ってみろと。食わないのは嫌いです。食ってみろと。<laughs> ね、話でね。<laughs> まあ、食ってみないと味、僕は味の向こう側っていうね、あの田村さんの,あの言葉がすごく好きなんですけど、じゃあ食って、食うだけじゃダメなんですよ。噛みしめて、噛みしめて、その先に誰も到達しない味があるんですよ。 みたいなねそれがあるんですよ <laughs> その先は隠居っていうね誰も到達できない隠居みたいなねせ世界もあるだろうし、うん、僕はちょっと隠居久保さんの領域まではまだ行ってないですけどまあ今はね別にまあ、あのー、僕は久保さんと違ってビジネスはガリガリやってるので久保さんにないところは僕は持ってますから、うんま、マーケティング的な部分ですねだからそこ,そこはかけてるので。 そこは久保さんより教えられる自信は僕はありますね。でも僕が教えられないことを久保さん教えられるだろうし、僕は FX やってないし、仮想通貨やってないんで、仮想通貨どうやって取引するかも分かんないし、どこで買うのかも分かんないし、<laughs> 今後仮想通貨を買うことは多分僕一生のうちない、まだ考え方が変わってあるかは分かんないですけどね。うーん。た多分ね、まあ、なんか使いづらいんですよね、単純に僕は。うーん。 なんか流通してないんで仮想通貨は、まあ、今後じゃあそのコンビニでビットコインとかが使えるのかっていうと多分ね使えるようにならないと思うんですよねこれはまあどう予測するかは自由だしあの未来はどうなるか分かんないですけどもイーサリアムとかが有名とこっすよねビットコインとかイーサリアムもイーサリアム有名だと思いますけどなんかそういう有名な仮想通貨暗号通貨がじゃあ身近なとこで流通して使えるのかっていうと使える日が来るのかどうかはちょっと分かんないですよね で今、久保さんの話聞くと、まあ、落ちてるみたいですからね。う,ん、そうだったら、まあ、ペイペイでいいかなと僕は思いますね。<laughs> どこでも使えるので。う,ん、う僕はどちらかというと、なんだ、あの、うん、暗号資産よりかは、コンテンツ資産を作って、まあ、やっぱ作っていった方がいいなっていうのは、やっぱ思いますね。コンテンツ資産プラス、自分のスキル資産もたまるし、 うん、やり続けれたら下がることがないのででも暗号通貨はねあの急激なアップダウンはあるんででも動画発信とかこの発信して下がるってことはあるのかなっていうスキルが下がるね続けてスキルが下がるっていうのは多分あんま考えづらいですよね、うん、で今回まあ塾ですかね塾そっか塾の久保ですみたいなね 久保さんも塾やって10年ぐらいですか僕も5年ぐらいドリームアカデミアやって5、6年経ちますけど、やっぱね、久保さんが言う通りね、やっててよかったなと思いますね。本当に思いますね。うんやっぱ仕事の面白みというか、まあ、久保さんもいっぱい言われてきたと思いますけども、吉谷さんのおかげでっていうふうに、えー、言われるっていうのが、まあ、生きてきて、まあ、生きる意味というか、僕が存在する意義っていうのが、やっぱその、 言われると出てくるのでやっててよかったなっていう。だからそう思えるし、そう思うからこれからも発信するし教えるしサポートするし。うん。だからやっぱね自分の塾をね、久保さんもね最初ね、あの、塾生だけど塾やるってね、結構しんどいと思うんですよね。ちょっと勇気いったと思うんですよね。ものは言いようですけどもね熟さ、ね、塾生で学んでるのに塾やるみたいなね。 肌から見るとね、お前熟成やんみたいな。<laughs> ね、まだペーペーやんけって話ですよね。だけど久保さんは試してみたんですよ。とりあえず言われたことやってみたんですよ。うん、でも最初はね、でも身を見よう見まねでやるしかないと思いますけどね。最初経験ないんだから。経験ないからできないんじゃなくて、経験がないからやって経験つけないと経験一生つかないじゃないですか。<laughs> 経験がないからできません。いや、経験がないから経験つけるためにやらないといつまでも経験つかないでしょ、と。うん な僕もね、さっき動画撮ってたんですけど、あのー、やっぱその、僕はその、もともと裏方でやってましたから、自分が表に出てこんなべちゃくちゃ喋るなんては一切やってないわけですよ。だから、不安もあったし、できるのかなっていう、いろいろ葛藤はあったし、やりながらやりながらなんかいろいろな思いはありましたけども、まあ、結論を振り返ってみると、やってよかったなってしかないですね。うん。やっとってよかったなと。それしかないですね。うん。で、そう思うから、 そういう経験を積んだからこそ、もっとやれるし。<laughs> ね、<laughs> そんな経験を積んできたからこそ、もっとやれるんですよ。うん、だってや、やってよかったなっていう経験を得てるわけですから、やってよかったなっていう経験、だって、うまいもの食べたっていう経験したら、もう一回うまいもの食べたくな,なりませんそれが人間の常じゃないですか。おいしいラーメン食いました。おいしいなんかお店見つけました。もう一回そのお店行こうと思うのが人間の常でしょ当たり前でしょ、うん、だ発信やっててよかったな、塾やっててよかったなと。 思えるから、これからも塾やろうと思うし、運営していこうと思うし向き合って、塾生さんと向き合っていくってこともやるし、それは何でかっていうと、そういう経験積んでるからですよね。久保さんもそうだと思うし。で、あとは、やっぱり久保さんが言う通り、まあ僕もさっきの動画で言ってたんですけど、みんな消えていくわけですよ。<laughs> いや、本当に消えますからね。マジで消える。これはもう断言して消えますね。うん。 そういうのを反面教師として僕は消えないし消えるとしたら寿命で死ぬか交通事故で死ぬか病で死ぬかっていう地震で死ぬかっていうなんかそんな感じだと思うんですけど、まあ、あの命ある限りあの発信し続けるっていう腹くくるというかなんかもうそう思ってるんで,、うん、でそれを有言実行で実際やっただろってもう言いたいんですよあの時ね俺はやるって言ってやったでしょと。 まあもう当時の僕の動画、ね、20年前から僕の動画を見てる人は少ないかもしれないと。でも、もし僕の R34 マガジンのアカウントがあるんだったら、20年前の動画も見れるはずなんで、言ってましたよと。嘘だと思うんだったら20年前に遡って聞いてくださいと。ログはあると <laughs>。それ信用しないんだったらログはあるぞと。で、20年前に遡って見たくないんだったら本数見ろと。それは検索すれば本数すぐ出てくるからと。 まあね、10年後、20年後、YouTube の仕組みが変わって本数が出なくなったらちょっとそれは言えないですけど、今現状としては本数がピッて出てきますんで、まあ、言いますけどね。いや、こんなぐらいやってきたよっていう。<laughs> うん、それを言,言いたいし、言えるためにあ、今も未来も過去もやってきたぞと、もう全部言えるようにやり続けますけどね。 で、塾も運営し続けて、ちゃんとやっていけば、また新しくね、あの人生変わりましたっていうね、あの塾生出てくるだろうし。うんうん、だこの前もね、塾生さんからあの報告もらって、その人はリアル店舗やってるんですよ。で、9年間リアル店舗やっててねその、なんかそのバレエみたいな、なんかそういうの教えてるんですよ。バ,バレエだったかな。 なんかエクササイズとかなんかそういうのもちょっと店舗でやってるんですけど9年店舗ビジネスやってきてで今インターネット集客とかやってるんですけどもそれで9年やって過去最高の166160156万だったかな上がったって報告来たんですよで今度あの寿司をおごりたいですみたいなの来てねよかったですねと9年やってね初めて過去最高の売り上げ出したっていうね よかったなと思いますね、うん。で、寿司をおごりたいですみたいな。あ、あぜひお願いしますみたいなね <laughs>、うん。その人も結構、その人も結構古いっすね。五年、東京にいる時だったかな、一番最初は。うん、最初、缶詰とかちょっともらったりとかして、あれだったんですけど。うん。やっぱね、続けてる人はね、 結果出てますよ本当に、うん、ちゃんと学んでちゃんと試してちゃんと改善してちゃんと続けて結果が出ないってことはないですよでもねこれも毎回言うんですけど別にね僕は年商100億稼げますよとか年商1000億稼げますよっていうことを言ってるわけじゃないです、うん、すげえ上から目線で申し訳ないですけど100万程度だったらいけますだって久保さんも言ったんですから 久保,さんには悪久保さんには悪いですけど、僕は久保さんの過去を知ってるんでね。あのね、コメントしか書けないね、よくわかんない変なお,おじさんがですよ変な。僕からすると変なおじさんですよ。なんか、広島の久保ですみたいなね、宇宙人ですみたいな、よくわかんないコメントをしてた人が、ね、3年で1億ですよ。これを僕はまざまざと見てきてね、これをまざまざと僕は現場で見てきて、ね、買われるよと、ね。100万程度だったら稼げるよと。 僕は言いたいし、言い続けるし、そういうのをエビデンスをやっぱ出していく。いや、変わったでしょうと。この熟成団も変わったよと。この熟成団も最初こうだったけど、変わったよと。いや、変わったよと。うん、まあ、それが100人なのか200人なのか、どこまで出るか分かんないですけど、それを出してでも、いや、僕は無理って言うんだったら無理なんじゃないですかっていう話ですね。うん。ライザップに行ってね、100人がこう痩せました。いや、それは無理だよ。そ,れそのね、証拠を見てね、 いやーライズアップ詐欺でしょう。思うんだったら詐欺でしょうねライズアップ詐欺なんじゃないですかうん <laughs> 僕はそのあのうん塾,塾をやってるわけですから塾生さんこう変わったよっていうのをだどんどん出していってで音声対談も取っていくし今後もねうんうまああとはまあ自分が信じてやるかやらないかじゃないですかねうんはいいってらっしゃい